皆さんこんにちは、サウンドナインチャンネルへようこそ。今日はですね、こちらテレキャスター、フェンダーのテレキャスターカスタムのご紹介、こちらなんじゃこりゃっていうね商品がね、結構前に入荷したんですけど、正直この改造がよくわかんないんでね、いいギターではあるんですけど、なかなかこう販売までつながらないというね、そういうギターでいろいろお問い合わせいただいたんで、今回ちょっと検証というかレビューしていきたいと思います。こちらですね、本来であればテレキャスターで、カスタムなんで、フロントがシングルピックアップで、リアが、フロントがワイドレンジハムバッカーですね。フロントがワイドレンジハムバッカーで、リアがシングルのタイプになってます。ただこれ見てください、これはですねちょっと変な感じになってます。ストラト、ピックアップがストラトで、これ面白いんですけど、ここだけストラトと思いきや、ここだけリアピックアップだけテレキャスターのピックアップが乗ってるんですよ。はい、なんじゃこりゃって感じですね。で、これウィルキンソンのこのブリッジ、トレモロ乗ってますね。はい、これ裏バネ付きです。もうこれテレキャスターではありえない改造になってますね。これはね、誰がねこうやったんでしょうね。でもなかなかないいい発想な改造だと思います。何を意図してやったのかはちょっとわかりませんけど、こう面白いこう外人的発想というか、まあ、外国人の方がやったんですかね。なんかこう書いてますけど、ちょっとねこれは読めないんで解読してみてください。で、まあなんかある方によると、なんかアーティストの方がなんかやったんじゃないのかっていう、こう、まあ、これがアーティストの誰かのこうよくあるメッセージだったりとか、なんかそんな風に見えたみたいなこう意見もあったので、まあ、その辺はもう皆様にのご想像にお任せします。一応まあうちとしてはこういうテレキャスターカスタム、73年から74年のテレキャスターカスタムのカスタムですねを販売してますよっていうご紹介です。はいですね、まあメイプルネック、まあこれねフレット交換してあるんで弾きやすいです。しっかり残ってます。でトラスロットとかもね調整可能なので、はい、なかなかプレイヤー的には美味しい個体かなと思います。はい、おっと、じゃあちょっとサウンドチェックしていきましょうかね。はい、まずはフロント、おバリバリ、なんかいい音しますね。ちょっとピックアップ何乗ってるかは、商品説明欄に書いておきますので、そちらをご覧ください。次センター、センター 2,3,4,5 5way ピックアップになってますわ。 5way になってますわ。これちょっとどこが鳴ってるのか確かめましょうか。タケさん、ドライバー借りてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、5A の確認はね、こういうのが 5A スイッチどこが鳴ってるのか確認する方法はこのドライバーでできます。はい、まずフロントね合わせましょう。フロントしか鳴りません。はい、ここミックス、
フロントとセンターのミックス。真ん中にするとセンターだけ、リア、まあセンターとリアのミックス、まあリアだけ、まあ通常の 5way のスイッチ配列になってますね。で、あとはトーンがどこで聞くかですよね。大抵ここはあのトーンカットになるんですけど、ここ聞いてますね。次ここ、うん、聞いてますね。うんうん、トーンはすべて聞くようになってます。はい。で、まあこれはボリュームですね。うん、あ、ちょっと今これはこのガリはあのしっかりと直して発送しますのでご安心ください。はい。じゃ次ミックス。次リア、レスポンス感のいいギターですね。ちょ、アーム使ってみましょうか。まあ、これアームは付属しないんですけど、最後しか使えないっていうね。まあこんな感じですね。あ、なんか、あ、落ちました。ちょっと今サイズ合ってないんで落ちちゃいましたけど、まあ、こんな感じの、まあバネ感も比較的まあ安定してて、まあ、今若干アーム使ったんですけど、あんまりまあ激しくアーム使ってないんですけど、まああんまりこう軽いアームで。チューニングが来るっていうこともなさそうですね。あ、で、コイルタップがついてます。コイルタップついてます。
ついてますね。次歪み行ってみましょうか。感じのギターだと思います。70年代結構価格が高騰してるので、まあこういう改造品で安く買えるっていうのはなかなか珍しくていいんじゃないですかね。結構ね、これ座繰りもしてあるんで比較的軽いです。はい、まあ体感軽いです。またちょっと、正確な数値は、商品ページに貼っておきたいと思います。はい、またねこのギターに関して他にも聞きたいことあったらどんどん、お店にお電話いただければ、まあ、メールでも構いません。ご連絡ください。なかなかいいギター入荷してます。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。